車をぶつけたんですよ。車、お前の対魔のこういうこと起こったんじゃないの。僕らぶつけじゃないのよ。でもぶつけたいもんじゃないの。言ってくるもんね。もうだったらもうぶつかった方が早いですもんね。自分で金出したからやめていけばいいじゃん。お前何カメラ撮っとんだい。最近コメントで俺調子乗っとるって言うけど、最初からじゃんこら。なあ、そうっすね、最初からっすね。なんなら世界知ってちょっと大人になった。YouTube の先輩方の面白さを見て。俺にも勝てんやつがおるから。俺にも勝てんやつ。今日はリュウジだろ。リュウジ君が足場の解体に入ってるんで、しかもちなみになんですけど、今日アパートなんですよ。うんうん、めちゃくちゃいいなと思って、昨日それ企画考えて、こいつの車知らないですよ、リュウジ君、うん、で、こいつ運転めちゃくちゃ下手くそだもんね、カメラマン、うん、めちゃくちゃ、ね、内容知ってるで俺に教えるみたいな言い方すんのやめて。で、まあこいつめちゃくちゃ運転下手くそなんですよ、カメラマンが、うん、でめちゃくちゃだって買ったばっかの車なのにボコボコにして、買ったばっかじゃないか、うん、直したばっかか、うん、そうですね、全部綺麗にな、ピカピカに、はい、何日事故ったのか買って7日でぶつけられたんですよ、うん、で3ヶ月ぐらい修理出してて、うん、で、治ってきた4日後にぶつけました。寝たー。伊藤ですね。なんか源氏名、源氏名みたいな。源氏名みたいで、まあアパートに、まあ、リュウジ君たちが、まあ、朝入るんで、まあ、その前にす車を止めに行って、まあ、昨日、うん、あの管理会社にも許可をもらって、うん、あの空いてる駐車場に、うん、まあ、今日朝止めさせてもらってるんで。もう止めてあるんだろ。もう止めてあるんです、うん、知っとるってだね。いやいや、視聴者にです、視聴者に。視聴者に。顔がなきゃ戦える前だよ。もう早くお前、求人道場でしょ、もう会社辞めてくよ。はい。もう、早く求人道場で求人して、従業員雇って。ああ、で、新しいやつ作るもんね、僕も。結構来てるらしいぞ、本当に。もうやめやいいっすか。やめやいい。ああ、了解です、終わりました。で、チャンネルやれ。みっちーチャンネル。ピンク系いけばいいっすよね。顔がピンクじゃねえよ。顔が。ブラックっすか。顔が、あの、無虫系やっけ。汚い緑っす。汚い緑でね、今押して確か。まあ足場でぶつけただろうみたいな。はい、一定でもあれだもんな、お前の傷別になんか足場の物損したような傷じゃないもんね。違いますね。電柱にぶつけた傷ですよ。あれをあいつが信じりゃいいけど。まあじゃあ行きますか。ちょっと面白そうだな。はい、まあ、でも一定あいつ別にあるじゃない、ちゃんとするんじゃない。いや、一応はな、ちゃんと一応は現場職長だよな。いや、一応だけっすよ、本当に。もう8年9年これだろ。これで、いや関係ないですよ、こんなん絶対とか言ったらもらえるよな。いや、いい感じですよ、あの人、ほんとに。ここら辺じゃない、現場。はい、シートも、あ、バラシュあったんですか。ちょうどシート、バラシュあった。じゃあ、行きますか。まあ、向こうから撮っとけよ。はい。これだ、これだ。いや、多分6番っすね。これだな。うわ、これか。そうっすね。リュウジ、呼んできますね、ちょっと。ちょっといいっすか。ちょっといいっす。はいよ。車ぶつけたんすよ。車？うん。車掌の連絡があってめちゃくちゃ怒ってるっすよ。ぶつけてないの？いや、お客さんが電話が来てるっすよ。え？そこ。さっき見たっすけど、この車。リュウジ。お疲れっす。お前、物損ないってこと？いや、ここっす。僕たちじゃないですよ。いい、これ僕たちじゃない、まあ、知らんないですよ。昔も電話あったの。いや、違うですよ、うん、じゃあ違うっていうの。違うですね。いや、でももういい、なんかめっちゃ新しいっすよ、だって普通に。めっちゃ新しい、錆びてないし。今つけた傷みたいですよ、本当に。朝から止まってたの。朝から止まった。朝から連絡来てよ、お前、はい、ちょうどこっち向かってる時に連絡あったんだけど、なんかこんなのだってお前ら来た時から止まってたの。僕らだと着く時は止まってます。絶対足場の傷だろう。着いたばっかっすよ、これ絶対。これ足場ですか、傷じゃん。いや、見た感じ足場じゃなくて、なんか電柱かなんかポールかなんかにぶつけたような、擦った後も。いや、ちゃうでしょ、絶対足場でしょ。そうそう、コマとか引っかかってもこうさ、お前引っかかってへこんでこんなすり傷がずっと並んでる。トラックがぶつかったんじゃねえの。トラック止めてないんだよ、こっちも。何、お客さんも電話してきたんだもんね、お前。一緒するんでしょ、お前、会社が払うしかねえやろ。でも僕らでも言ったらぶつけではない。リュウジ君だけってことですね、リュウジ君はぶつけてないってこと。いや、違うよ。分からんすよ、あのヒョウとか、ゴークとか。いや、こっちでみんなバラしとったけど、こんなでかい音も鳴ってないし、こんなへこむぐらいだったらでかい音しな、やっぱ。へこまないでしょ、こんなに。朝から止まってたの。朝から止まってます。毎回車もどかせって絶対言うやん、うん、
車あるとこで足をバラすなよって言って営業がどかしてくれるんだろうか。一応どかしてくれるんですけど、今日たまたまやっぱ土曜日でバラしやすいって言われて、うん、車がちょこちょこ止まってるよって言われて、一個間隔ぐらいで車が開いてはんなんですか。全然それだったらもう材料そこから出せるからバラせるよ。バラしたこれ。そうですね。あの一個間隔でも危ないもんね、逆に言ったら長物だとサブロクなんか3600あるじゃん。うん、振ったら当たっちゃうしどかさなあかんね。お前の責任だわ。お前が現場頭なんだもんね。じゃあクレーム来たら俺の責任なの。僕が一回喋って、まあ、どんな感じでどういう風にぶつけたのか見てるんだから。お客さんが、はい、だけど、まあ、お客さんは関係ねえだろ。関係ないもんね。でやったかやってないかも事実だわ。それやったかやってないかって言ったらやってない。でもそれ言い切れるんですか。分からんじゃないですか。言い切れる。でそのこんなの6人も入っとんのに100%。だから俺なんか車とかあったら写真も撮っとけよとか言ってない。傷がある車あったら写真とかも撮った方がいいぞって。そうなんだろうお前。そういうお前の怠慢がこういうこと起こったんじゃないの。もうお前の責任者、現場責任者だもん。お前そういうことはお前怠ったお前の責任だろうな。この辺は僕が悪かった。写真撮ったほんでお前やってないですってお前お客さん言ってお前クレーム来たってお前何も言えないよ。まあこう大家だと思うんだもん。お前の会社じゃねえだろ大体。誰の会社だ。社長の会社です。だろう。まあ俺の看板に傷がつくわ。大体お前も悪いやんけ。はい、すいません。お前一緒にやってんじゃないの。まあそうですよ。そうすいません。誰が弁償するの。まあ一応会社の保険使わせて。保険の保険ってお前ら保険も金額上がるんだって本当。何でも保険とか言って保険でも保険代もあるんだから。何で保険代があるんだから使えや。こんな状況だ。俺の金使っとんだわ。本当に当ててないし、俺してみてみんなでバラしてて俺に確認するし、もちろん。でもやってないことをね、お客さんにこうやって言われたらじゃあ納得してますだったら、なんか僕俺らも俺もなんかその納得いかんしなかったり。だけどお前の仕事は足場組んでバラすことだろう。お客さん喋るのは営業の仕事だから、お前関係ないと喋らんでいいの。管理もおるの。まあ、一応管理もいるんですけど、やっぱ僕が現場一応任されてバラしてるんで、まあ、一回喋ってどういう喋ってこじれるもんね。もういいよ、喋らんの。営業も喋ってるもんね。ここまでなんかぶつけられたって言ったら、やっぱもうみんな頑張って働いてるのに、まあ、それで気分落ちるのが嫌だもんね。やっぱり頑張って働いてもお前らがそうやって頑張ってないよってこうなったんだよ。写真も撮ってねえし、車も置いたまんまやって、まあ、会社のルール破ってこうやってやっとるってなるんちゃうので、営業も俺もこうやって動かなあかんちゃうの。その辺も僕が悪いんですけど、でもやっぱりそのぶつけたって言われたら、僕らもぶつけたないのにぶつけられたって言われても、やっぱその辺がちょっと納得できないんだって。一回喋って本当に僕らがやったのか。もういいって喋る喋るって言っとらんで、俺が喋るって言っとるだろ。ほなお前を仕事することだろ。だいたいお前がそうやって写真も撮ってねえもんで、じゃあお前相手もお前分からんって、お前も分からんって、お前もじゃあやってないこと証明できるんかで。証拠はお互いできんだろ。相手もやったって言い張って、お前やって、じゃあやったこと証明してくださいって言ってもできんだろ。お前もじゃあやってないって言ったって、やってないこと証明できんかよ。写真撮っとんか。それはないですね。ルールだろう。それできてねえ、お前がいかんちゃうんか。まあその辺は僕はやっぱ悪いですけど、でもだったらもう僕ぶつけてないですけど、まあでも僕が金払って出します。ちょもういい。そういう話じゃないですね。そんな話じゃねえだろうお前。会社のなんか俺こじきかお前から、そのために怒ったんか俺。いやでも僕らぶつけてないのに、でもぶつけたみたいな感じで言ってくるもんね。もうだったらもう僕払った方が早いですもんね。じゃあまあいいで払う。そんなんお前俺らじゃないな。お前に金出させたくて文句言ってると思っとるの。いや違うっすね。何じゃ。でもお客さんと喋るということもできんし、まあそれで僕らぶつけてないのになんかぶつけたって言われたら、まあだったらもう僕金払って直した方が早いですもんね。そんなん。じゃあお前これお前金払ったら、じゃあうちの会社に看板傷つかんの。傷つくかもしれないですけど、実際写真撮ってない僕も悪いもんね。まあ、それ言われたら何も出せもんね。まあ、僕がそれでお金出して直せば、まあ、いいんかなって。まえってお前じゃ。もうじゃあお前全部出せよ。出します。あ？僕全部出します。お前全部出す。保険も使わせんぞ。全額だぞ。これ何十万だ。現金で払います。は？現金で全部払います。もういいよ、じゃあ。もうじゃあ自分に金出してもらってけ、会社。会社は辞めない。お前なんかもうあっち行け。まあいいです。とりあえず仕事ある。いい、ちょっと。もういいよ、辞めてけ。とりあえず落ち着きましょう。ちょっと落ち着きましょう。辞めてけ。いや、辞めはしない。で、求人どうするで、求人出してくれ。どういう意味ですか？は？どういう意味です？そのままだよ。求人どうするで、求人出せ。
今なら無料だよ。どういうこと。やめて独立しろ。求人取ったんじゃん俺。出せ。ドキドッキリっすね。どういうこと。てってれーす。てってれーす。できるな。どういうこと。どういうことだよこいつ。思ってましたよ。一人前のことだよこのおっさん。全然金出すっすね。金出すっすね。これあの編集伊藤の車だから、はい、もっとボコボコにしいよ。気分が下がるまで、気分が下がるまで、できた、できた、できた、ずっと隠れてる。ありがとうな、お前。ありがとうございます。ちょっと、ちょっと、ちょっと、怒ってたよ、怒ってたよ、ハンマーやこせ、ハンマー。もういいっすよ、こいつの車なんで、いいっすよ。もういいっすよ、もういいっすよ、じゃあ金出しますわ。顔が辛かったもんな。もういいっすよ、じゃあ金出しますわ。できこれ冷静だな。冷静いや怒るから結構ボロカス言ったけど全然怒らんもん。全然怒らんすもんね。もういいっすか。もういいっすか。だって僕だってやってないのになんか別にあどうぞやってないで言い切れんやんそれ、はい、そうですね。いや言い切れ言い切れお前ら毎回そんなこと言ってるよなあるよな。はい、まあまあ、まあ、うちは一応基本的に写真撮りましょう、はい、車はないとこでやりましょう、はい、まあどうしてもっていうふうでお客さんに相談されて、はい、まあ、ある程度やってるのもあると思うけど写真撮っとかないよね。写真撮るのも、まあ、そうですね。それがお前の今回の俺にドッキリ仕掛けられ、俺らにドッキリ仕掛けられた原因で。でも傷ぶつけられた だろうって言われて、でも見た瞬間、まあ、明らかこれ電柱がどっかぶつけてる。明らか失敗で当たってます。まあ、それでもめっちゃくどく言ってくる。ちょっと円形だし、これ綺麗。くどく。これが仕事だよ。まことに俺もここに出てた。でもうマイクもここに隠しようから。で僕なんか分からんですよね。ここに隠しめくったらありますからね。そう。じゃあ終わろうか。はい。じゃあ本題の動画撮って帰ろうか。まあじゃあこの後そのまま現場撮影か。はい。足場変えたいな。変えてもらっていいですか。ぜひよろしくお願いします。ありがとうございます。お言葉出しません。はい。申し訳ないです。じゃあ撮ってきますんで。はい。ぜひまたチャンネル登録といいねお願いします。お願いします。お願いします。またねー。また見て。チャンネル登録お願いします。